んにちは、リスタイルの仕方です。ハンス・ジェイ・ウェグナーの GE258 デイベッド、デンマークのゲタマ社。ゲタマ社自体がもともとマットレスのメーカーだったので、これもデイベッドなので、デイベッドって、お昼寝する用とかね、お客様が来た時にちょっとベッドとして使ってもらうような感じの使い方が、あると思うんですけど、このここのクッション自体がコイルスプリングが入ってて、本当にベッドのマットレスみたいな座面になってます。デザインされたのが、手持ちの資料だと、1954年ぐらいなんですけど、その頃のデザインのやつはここが頭張りで、ここが丸足で、で、まあ、チーク材とかオフ材とかっていう感じのものが、おそらく1954年学生寮用にデザインされたっていう情報も、詳しい情報はわからないんですけど、そのぐらいにデザインされたソファーになります。で、1960年代ぐらいにこの格足になったり、ファブリックタイプになったりっていうようなのが、おそらく1960年代ぐらいに変わって、このタイプは現行でゲタマ社で売ってるんですけど、そのタイプとほぼ変わらない形になってます。ここがバタンってこうね上がって、でここで寝られる。シングルよりちょっと手前ぐらい、長さは十分あるので寝られるような感じになってます。本来ここにこうシーツがくるくるくるっとここに何ていうのかな、巻いてあって、こうシーツにするっていうようなものがもともとはあると思うんですけど、それはなくなってます。なのでここに、ここがちょうどこの30センチぐらいかな、収納になる感じなので、例えばここにブランケットとか毛布を入れておくと、上げた時に袖を出してこう布団として使えるみたいな構造になってます。生地自体は、リバコ社っていう日本のメーカーだったかな、張り替えてありますね。さっきも言ったけど、コイルスプリングが入ってる仕様で、マットが取れる感じになってます。乗ってるだけで、この下は板バネなので結構クッション性は、よいしょ、座ってみると弾力性がある、跳ねる感じです。背中は硬いので、腰が悪い僕でもそんなには気にはならないかな。で、ゆったり3人座れますね。 G258 で259っていう型番のやつだと、ここにこう肘があって、アームのクッションがつくタイプが現行でも売ってますね。ビーチ材のフレームで、背中はグレーのちょっと塗装がされてるタイプなので、今の現行のタイプもグレーだったり多分白だったり塗装されているものが多いので、おそらくほぼほぼ現行のタイプとそんなに変わらないデザインですけど、おそらくでも多分何十年か経ってるちょいヴィンテージ的な G258 のデイベッドになります。検討されてる人とかね、気になる方、今日の動画を参考にしていただければと思います。販売もやっておりますので、概要欄の方からネットショップの方をご覧ください。こういったヴィンテージ家具、デザイナーズ家具、ブランド家具の買い取りもやってます。買い取りの専用のページの方リンク貼っておりますので、ぜひそちらからお問い合わせください。はい、ありがとうございました。